ジャスティン・ジェームズ・ボーアは、アメリカ合衆国ワシントン DC 出身の、プロ野球選手、右ト左ヒだ。2009年の MLB ドラフト25巡目で、シカゴカブスから指名され、6月17日に契約。その長打力から、ニューヨークからモスクワまで飛ばす男とまで呼ばれたことも、あった。契約後、参加のルーキー級アリゾナリーグカブスで、プロデビューすると、 14試合に出場した。7月に A-9 ボイシホークスへ昇格。48試合に出場して打率。258、2本塁打。27打点、1盗塁を記録した。2010年は A 級ピオリアチーフスでプレーし、127試合に出場して打率。291、12本塁打。87打点、1盗塁を記録した。 2011年は A 級デートナカブスでプレーし、133試合に出場して打率、277、23本類打、85打点3盗塁を記録した。2012年は A 級テネシースモーキーズでプレーし、138試合に出場して打率、283、17本類打、110打点4盗塁を記録した。 2013年も AA 級テネシーでプレーし、83試合に出場して打率、237、18本塁打、64打点を記録した。2013年12月に行われたルール5ドラフトを経て、マイアミ・マーリンズへ移籍。2014年は、参加の AA、A、級ニューオーリンズ・ゼファーズで開幕を迎え、6月4日にマーリンズとメジャー契約を結んで、 アクティブロースター入りした。翌5日のタンパベイレーズ戦でメジャーデビュー。7番指名打者で先発起用され5打数に安打三3打点だった。4試合に出場したが12日にトリプル A 級ニューオーリンズへ降格した。16日に再昇格し9試合に出場したが27日にトリプル A 級ニューオーリンズへ降格した。七月二日に再々昇格したが 8試合に出場し、7打数無安打と結果を残せず、19日にトリプル A 級ニューオーリンズへ降格した。この年メジャーでは39試合に出場して打率、284、1本塁打、11打点を記録した。2015年は、新加入したマイケル・モースの故障もあり、一類手としての先発起用が増えた。そこからレギュラーに定着し、9月には、 ルーキー・オブ・ザ・マンスを受賞した。最終的に129試合に出場して打率26。262、23本塁打。73打点を記録した。2016年も一塁のレギュラーとして出場していたが、7月6日に右足首の故障で故障者リスト入りした。この影響もあって90試合の出場に止まったが、打率。264、15本塁打。 51打点を記録した。2017年は再びレギュラーに定着し108試合出場で打率。289、25本類が83打点、1盗塁を記録してキャリアハイの成績を残した。また、2017年の MLB オールスターゲームの前日のホームランダービーに選出された。2018年8月10日に マッケンジー・ミルズとのトレードでフィラデルフィア・フィリーズへ移籍した。フィリーズには小一類手のカルロス・サンタナがいたため29試合中19試合が代打での出場となった。オフの11月30日にノンテンダー FA となった。2018年12月15日にロサンゼルス・エンゼルスと単年250万ドルで契約した。2019年は アルバート・プホルス、大谷翔平らとの併用策により52試合の出場にとどまった上、打率、172、8本塁打、26打点と定調であった。シーズン終了後の10月28日に FA となった。2019年12月14日に阪神タイガースと契約合意した。推定年俸250万ドルの単年契約で、背番号は、 412020年6月の開幕前の練習試合で3試合連続本塁打を記録する一方で2月の実戦から左投手相手に無安打が続くなど不安を抱えたまま開幕を迎え6月19日の読売ジャイアンツとの開幕戦から6月23日の対東京をヤクルトスワローズ1回戦までの4試合で16脱席無安打に終わり ランディバースが1983年に記録した開幕から15連続打席無安打の球団記録を更新した。翌24日に初安打を記録し、連続記録は18打席でストップした。6月27日の横浜 DNA ベイスターズとの2回戦では初回に NPB 初打点をマークすると NPB 初の2投にも成功した。 7月1日の中日ドラゴンズ戦では NPB 初ホームランを記録し、7月5日、広島東洋カープ戦では NPB 初の満塁ホームランを放った。7月9日の読売ジャイアンツ戦でも、両チーム0から0で迎えた7回裏、均衡を破る2ランホームランを放った。このホームランが甲子園球場での初ホームランとなった。 7月28日の東京ヤクルトスワローズ戦では、同じく新外国人のジェリー・サンズと共に、アベック・マン・ルイ・ホームランを放った。なお、NPB におけるアベック・マン・ルイ・ホームランは、史上28度目、新外国人同士のアベック・マン・ルイ・ホームランに限ると、NPB 史上初であった。最終的に、計1 7本塁打と力を見せたが、球団には、 高額な年俸に見合う活躍とはみなされず、11月20日、自由契約選手として公示された。2021年3月6日、サンフランシスコジャイアンツとマイナー契約を結んだ。2021年6月29日、韓国久保リーグ LG ツインズと35万ドルで契約した。登録名は、4番として、先発出場した8月11日の SSG。 ランダーズ戦では、久保初ヒットとなる、ソロホームランを放った。選球眼に優れ、長打力を持ち味とする。MLB 通算92本塁打で3度のシーズン、20本塁打を記録。マイナーでも5年連続シーズン2桁本塁打を記録している。その一方で、コンタクト技術に欠けるほか、特に左投手を苦手としている。一塁守備では、 柔らかいグラブ裁きを見せる一方で、2015年は DRS-7 とメジャー平均を下回った。スラッガーが編集、発行した2019年の選手名鑑には、道路工事用のコーンの方が守備範囲が広いと酷評されている。走塁は決して瞬速ではないものの、果敢な走塁を見せている。マーリンズ時代に同僚となった一郎を敬愛しており、 2017年のシーズンオフには一郎を追って来日しともにホットモットフィールド神戸で自主トレイを行った。阪神に在籍した2020年は自身が活躍した際に見せるドラゴンボールのカメハメハを模したファイアボールポーズで人気を集めた。ありがとうございます。